10月2日どうもヨネオチャンネルです。よろしくお願いします。ということで前回の動画の続きになりますね。前々回から始まった今回の企画なんですけど、中山道から、埼玉新都心の方まで南下して、で氷川山道を通って引き返して氷川神社の方まで行くっていうこの企画なんですが、今回で最終回となります。はい、第2の鳥居つきましたね。立派ということでくぐりましょう。ただただ氷川山道を、歩くだけでは、つまらないので、氷川山道沿いにある、カフェ巡りではなくて神社巡りをしてきたわけなんですが、もうこの通りはさ、こんな感じでしょっちゅう歩いてる道なので、もうさすがにね、あの動画も上げまくってるし、多分年末になったらまた十日町とかでね、来ることになると思うので、普通にね氷川神社の、方まで行って氷川神社の境内見て終わりっていうのはあまりにもねちょっとつまらないので、今回も氷川山道今歩ってるわけなんですけど、もうすぐ神社に着いてしまいますので、神社の中の、氷川神社の抹茶をすべて巡って氷川神社でお参りして、最後に今のシーズン彼岸花が大宮公園で咲いてると思いますので、その彼岸花を撮影して終わりたいなと思います。今日はやっぱ平日だから氷川団子さんも空いてますね。ということで今日はねこんな感じで、神社にまつわる資料を自分でちょっと作成して持ってきたので、このカンニングペーパーを見ながら、はい、神社の中を回りたいなっていうふうに思っております。全部でね抹茶の、天満神社は前回の動画で行ったと。ということで1、2、3、4、5、6、7個かな、7個拙者を巡って、合ってるよな、2、3、4、5、6、7個だ、7個拙者を巡ってから行こうかなっていう感じです。ということで行ってみましょう。その前に氷川神社に入る前に、竹林があるので一応そこも、寄ってみましょうか。ちょっと小京都っぽいところがあるので、いや竹林だけ味わうのであれば別にね大宮でも味わえるということで、まあここも以前紹介したことあると思うんですけど、そこも行ってみましょう。いや今日あの前回の動画の続きではあるんですけど、別日ということでもう超快晴だね。ここ最近なんか雨が続いたりして、結構微妙な天気だったんですけど、こんな感じで快晴ということで、いや青空はさやっぱ気持ちいいよね、最高だわ。あそろそろ、竹林があるところに着きますね。心なしかやっぱりね散歩してる人も気持ちよさそうだね。あ、そうです。あ、はい、そうです。あ、本当ですか。ありがとうございます。今日はちょっとロケで。あ、マジですか。よろしくお願いします。すいません、なんか声かけていただいて。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、楽しんでください。はい、ありがとうございます。すいません、失礼します。はい、こちら、氷川の社、文化館というところですね。はい、こんな感じ。いいでしょうね、竹林があってこんな感じで雰囲気出てるよね相変わらず。いいね、気持ちいいね、最高だね。ということで京都行かなくてもいいんだよ、あるんだから。大宮にも竹林が、まあそこまでね京都ほど規模が大きいわけではないんですけど、竹林を氷川神社に入る前に
こんな感じでね、楽しむこともできます。あれ今日あ出口もうちょっとこっちか。はい、ということで、いやー竹林気持ちかったね。こういう感じで天気のいい日に氷川神社を散策するのはね、やっぱ最高だわ。さすが日本一長い参道、そしてもうすぐ着くこの神社は氷川神社の総本山ですね。一宮氷川神社です。でこちらの絵巻なんですけど、13メートルある絵巻になってまして、何が書かれているかっていうと、明治天皇が氷川神社を行幸された際の様子が描かれた絵巻になってます。すごい長いよね。はい、全体はこんな感じあんまりこんな長い絵巻見たことないでしょ。すごいよね。ということで氷川神社に入る前にこういった絵巻を楽しむこともできるんですよね。ということで氷川神社の境内入ってみましょう。はい、境内の中には、こんな感じで拙者とか、いろいろな回れるスポットがありますね。新しい看板なのかな、綺麗だね。うわ、なんかアブが周りを、あーやだはい、失礼します。さあさあ境内の散策行ってみましょう。この拙者以外にも見どころはあるんですけど、まあ、今日は企画として氷川神社の中の拙者をメインに巡るということで、そちらをメインにご紹介しようかなと思っております。まず見えてきたのが、こちらの神社ですね。こちらの神社天津神社と言います。ご祭神は宿儺彦の巫女、ちょっと読みづらいよね。大黒様と共に国土経営に携わった神様だそうです。医学薬学の神、恵比寿様とも呼ばれています。こちらが天津神社ですね。はい、こんな感じ。はい、続いてですね、その横にあるのが、奥は札所ですね。はい、こちら六社と言いまして、6つの神社が祀られている神社ですね。祀られているのが右から石神神社、イカズチ神社、はい、アタゴ神社、山積神社、神明神社、住吉神社ですね。ご祭神はそれぞれの神社に、祀られている神様がいるんですけど、まあ、ものすごい数になってしまうので、こちらの説明は割愛させていただきます。はい、ということで次行きましょう。氷川参道の橋を渡らずに左に曲がって行きましょうか。あ、その前に、あ、そうそうそう、こちらの神社松尾神社ですね。ご祭神は大山杭の巫女、お酒と水の神様の神社でございます。はい、こんな感じ。そしてこの松尾神社の横の道を歩いていくと見えてくるのが、連なる鳥居の神社。こちらは大宮の稲荷神社ですね。まずは入ってみましょうか。はい、稲荷神社、ちょっと読めないんだよね。
はい、この読めなかったのは宇賀の御霊の御事稲荷神社の御祭神ですね。スサノオのお子神で、日本神話では五穀豊穣の神として崇められていて、現代では親しみを込めてお稲荷さんと呼ばれています。いや素敵だね、稲荷神社のこの連なる鳥居はめちゃめちゃ風情があっていいね。こういうのも京都にもあるけどさ、大宮でも味わえちゃうから。はい、こんな感じ。稲荷神社はなんか旗が立ってるイメージが強いですね。氷川稲荷神社、赤と白の旗になってますね。たくさんあるから稲荷神社は迫力あるよね。はい、こんな感じ。お稲荷さんもいます。中はこうなってますね。神聖な感じ、とってもいいです。はい、拝殿の横にも参道があって、こちらも連なる鳥居になってるんですよね。別の場所から連なる鳥居を通って行くこともできますね。はい、ということでこちらが氷川稲荷神社でした。はい、続いてこちら宗像神社になります。宗像神社はこのね、朱色の橋を渡って拝殿まで向かいます。はい、こちら宗像神社の御祭神は3人います。田切姫の御事、市木島姫の御事、田木津姫の御事、3人揃って宗像三女神と呼ばれています。全員スサノオのお子神様ですね。田切姫の御事は大胸虫の御事と夫婦神、市木島姫の御事は七福神の弁天様としても信仰されています。あ、そうなんだ。弁天様、弁天様ってあの七福神の女の人だよね。あ、そういうことなんだ。へーって感じですね。ということでお参りしましょう。境内はこんな感じですね。ここからね、向かい側にある氷川神社の橋を撮影すると非常にいい感じです。こんな感じ、味があるね。今日神社巡りには最高の天気だよね。はい、この宗像神社の左側の方からも奥にある朱色の橋を見ることができます。あ、今日さ、水面に綺麗に赤く反射してていい感じだね。すんごい素敵。ということで宗像神社を後にしましょう。残りは氷川神社のすぐ右横にある御嶽神社と門脚神神社を紹介して終わりですかね。素敵なね、朱色の橋を渡りましょうか。まあ、まさに氷川神社のシンボル的な橋だよね、ここは。ここもね、昔から変わらないわ。ということで氷川神社は一番最後にして、その右隣にある
御嶽神社と門客神神社に行きましょう。お、出た出た、氷川神社の名物、カラフルな巾着袋に入っているなんて言ったっけ後で載せておきます。カラフルなやつ、これ氷川神社の名物ですね。はい、着きました。併設されてますね、門客神神社と御嶽神社です。まず門客神神社から、ご祭神は足名土の御事、手名土の御事です。稲田姫の親神様ということで、ご両親ですかね。はい、これ正直さ、このカンニングペーパーないと全然読めないよね。はい、こちらが門客神神社です。はい、続いて横にあられるこちらの神社が御嶽神社でございます。ご祭神は大村無知の御事、国土経営の神と、宿儺彦名の御事です。はい、こちらが御嶽神社でございます。こんな感じ。はい、ということでラスト氷川神社行ってみましょう。氷川神社に入る前に氷川神社の説明簡単に言っておきましょうか。氷川神社は約2400年前に創建され、約1200年前に武蔵国一宮に定められたと伝えられています。御祭神はスサノオの御事、串灘姫の御事、大村無知の御事です。スサノオの御事は暴風の神と言われ、アマテラスの田畑を荒らし荒天元を追放された暴れん坊です。追放先でベタ惚れした串灘姫を救うために改心、出雲で大和のオロチを倒して串灘姫と結ばれた神様です。串灘姫は大和のオロチの生贄になりそうになったり、戦の際に櫛に変化させられたり、まあいろいろ大変な思いをした神様です。スサノオを改心させるきっかけになった女神様で、元祖アゲマンと言われています。稲作守護や五穀豊穣の神様とも言われています。大村無知の御事は国土経営、夫婦和合、縁結びの神様です。大村無知っていう意味は大いなる土地の神様という意味だそうです。まあいろんな事業を頑張った神様ですね。古事記や日本書紀で言われることは変わりますが、スサノオの御事の子か孫ですね。氷川神社自体はまあいろんなご利益はあるんですけど、スサノオの御事と串灘姫が祀られている神社なので、主に縁結びのご利益があります。ということで氷川神社の説明は以上になります。お参りして境内散策行ってみましょうか。はい、中の様子はこんな感じ。やっぱめちゃめちゃ立派ですよね。中にはこんな感じで写真撮影室とかもございます。はい、こちらが拝殿になりますね。拝殿の奥にあるのが本殿になります。七五三なの、大きな七五三の、木製の飾りが飾ってありますね。はい、こんな感じ。
いやーすごい立派ですね。ということで氷川神社を後にして、次は大宮公園に向かって彼岸花見に行きましょうか。それで今回は終わりにしたいと思います。どの角度から見ても門もめちゃめちゃ立派。いやーさすが武蔵一宮、氷川神社は伊達じゃないね。素晴らしい神社です。いやー全ての神社拙者巡り終わりましたね。前回の動画で末社も巡ってるので、これで一応見れる限りで全て回ったことになるかな。いやーなんか達成感がある本当。ということでフィナーレの彼岸花見に行きましょうか。はい、ここから大宮公園ですね。とりあえず歩いて彼岸花がある場所まで行きたいなと思います。いや本当にめちゃめちゃ晴れてくれてベリーセンキューだね。いやすごい気持ちいい。あだいぶ気温もさ下がってきて、でもやっぱり今日は日差しが強いからね、あのやっぱり日傘さしてる人も結構歩ってていましたね。とりあえず今回の、大宮じっくり回ろうシリーズは一度これで終わりにしたいなと思います。まあでも大宮はお祭りとかでちょくちょく回ると思うし、年末は絶対そのあの恒例の十日町で来ると思うので、大宮を回りながらフリートークとかはちょこちょこやると思いますね。次どうすっかな、本当にこのシリーズ終わった後の企画とかまだ何にも考えてないんですよね。とりあえず、まあ、紅葉のシーズンになるということで、紅葉の綺麗な場所に行くっていうのもありですよね。それからそうだな、どこだっけ、修善寺だ、静岡の修善寺にあのちょっと旅行に行く予定があるので、まあ、ホテル紹介やるか、あとは近くに熱海とかあるので熱海の散策するかとか、やると思います。まあ、ということでその時その時で臨機応変に企画を考えればいいか。お、そろそろ大宮公園のあの彼岸花の群生地が見えてくると思います。まあさすがに万寿しゃげ、日高の万寿しゃげ会場ほどではないんですけど、個人的に結構氷川神社のこの群生地すごいんじゃないのっていう風に思ってますね。今年はどうだろう、なんか毎年なんかちょっと生え方が違ったりしてるような感じがするんですよね。生えてる場所も若干ずれてたりする気がするんだけど、気のせいかな。うん、この大宮公園のだいぶ端っこなんですけど、はい、もう見えてきましたね。お、早速撮影してる方もいらっしゃいます。見て、結構すごいんですよねこのね、なんか御神木の裏側もう見えてますけど、明石出っていう大宮公園を長い間見守ってきたこの木の裏側にこんな感じで彼岸花の群生地帯がございます。はい、こんな感じ。いや綺麗だね。ちょっと白い花は少ない感じはするけど、いい感じに咲き誇ってますね。
ランバナを楽しみたいならぜひね大宮公園に訪れてみてはいかがでしょうか。あ、ここいいね。あの後ろにある鳥居と奥にある神社と絡めて彼岸花を撮影することができますね。すごいいい感じ。ということで大宮じっくり散策シリーズ第3弾も終わりとなります。またね、何かしらの動画出すと思います。ということでまた次の動画でお会いしましょう。また。